こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの大変人気のレンズですね。エルマリートの 28mm の、これは第2世代になりますね。はい。ご覧の通りですね、ライカエルマリートの 28mm ですね。ライスカナダ社製で、この世代のレンズはですね、確かライツ全部カナダだったと思いますね。シリアルが2543914ですので、1972年ですね、のライツカナダ社製のエルマリート 28mm ということになりますね。ライカ M6 以降はですね、M4P 以降ですか、はですね、この 28mm のブライトフレームが、搭載されるようになりまして、外付けのファインダーで、煩わしい構造合わせをすることなくですね、28mm の、広角レンズが使えるようになったわけなんですね。ということで、非常に人気のレンズになっております。第1世代はですね、かなりレアでですね、なかなかもう出てこなくなってしまってるんですけれども、この第2世代はですね、まだまだ出回っておりまして、非常に人気の高いモデルになっております。当社でもですね、入荷すると結構すぐに売れちゃいますので、ぜひお早めにチェックしていただけましたらですね。ということで、外観から見ていきます。外観はですね、やや使用感ありといった感じだとは思います。こういうローレットの部分にですね、こう摩耗が見られる感じですね。あとは塗装の劣化とか、文字消え、どっかに落として歪んだりとかですね、強くぶつけたりこすったりしたような跡はないですね。手荒く扱われたりとかですね、どっかに落下したりした跡はないです。マウント部分も綺麗ですね。マウントはライカ M マウントです。全体的に大変綺麗な状態だと思います。レンズもですね、前玉、後玉ともにですね、擦れ傷、ひっかき傷、コーティングの剥離とか摩耗とか見られないで綺麗ですね。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れとか見当たらないです。塵ほこりの混入もですね、こう見て、ほぼほぼ、見えないので、画質に影響のあるものはないと言っていいと思いますね。絞りも滑らかに動いてますね。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いております。動きムラとかですね、グリスの劣化などは感じないです。非常に状態のいいエルマリートだと思いますが、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご依頼いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、格安にて請け負わせていただきます。付属品がリアキャップと、こちらはライカ純正の、ちょっと色違いですけどね、UVA フィルターをお付けいたします。そしてこちらも純正の、フードになりますね。21mm にも使えるフードですね。これはスーパーアンギロの3.4にも使えるということだと思います。でですね、この赤い印とこちらの金属の突起ですね、これを合わせてもらって、こう挟み込み式で、装着していただきます。こんな感じのライカの人気レンズ、エルマリードの 28mm 第2世代になります。リアキャップフードと、純正フィルターのセットでお届けいたします。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。